はい、どうもこんにちは、ともぴこです。いつもご視聴ありがとうございます。ピリ辛ミンチといろんな具材が乗っかった台湾まぜそばっていう麺料理があって、僕も大好きなんですけど、今回はそれをインスパイアして台湾風まぜキーマカレーを作っていきます。キーマそのものの調理時間は短めなので、先に具材となる野菜をザクザク切っておくといいかもですね。まずは鍋にごま油を敷いて豆板醤と一緒に火にかけます。台湾風ミンチの調理工程にスパイスカレーのテイストを乗っけていく感じですね。ニンニクと生姜のいい香りが立ったらひき肉を投入。ほぐしながら鍋一面に広げて焼き付けるイメージで。お肉がパラパラになったら調味料を加えていきます。独特の風味や旨味を引き出す上でオイスターソースはぜひ入れたいところですが、なかったり苦手という場合には中華だしの素とか粉末スープの素で代用しても面白いと思います。スパイスを投入。辛みは豆板醤で十分なので、カイエンペッパーなどは今回不使用です。ウーシャンフェンはあれば少しだけ加えたいところ。それっぽさが一気に引き立ちますよ。ここから数分火を通して水分をさらっと飛ばしたら、あっという間に出来上がり。時短メニューでもあるので、お弁当や夜食にもおすすめですよ。カレーを中心に刻んだ野菜や卵、台湾まぜそばといえばの魚粉なんかをトッピングしたら、台湾まぜキーマの完成です。とどめに卵黄を盛り付ければまろやかさアップで最高ですね。ご飯とカレー、具材を豪快によくかき混ぜて、キーマの旨味と辛味に野菜の食感や風味、酸味などなどが一体化して複雑ですごく美味しいカレーに仕上がってます。こういうスパイスカレーも面白いですよね。ぜひお試しあれ。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。